写真撮んないの？あ、ちょっと。なんでここだよっつってんの。あ、紙も置いてきちゃった地図。お前はバカか。思った以上に過酷やね。人生不器用な人は大変だな。どうも、今回もソとドミッパでイニシャル D のデジタルスタンプラリー渋川市バージョンを撮ってきました。どうだった？あるないって。音声いいな。音声入ってないじゃん。もう現在地分かった？うん、もう矢印出てるから分かる。分かる。じゃあ次は2番目のマンホール。あ、過ぎた。過ぎた。え、なんでどこにあるの？嫌じゃねえ、ちっとも嫌じゃねえ。今ここにおって戻ってまるかってすぐに。うんうん、そういうことなんでしょ。あ、そういうこと。別に急っきりと。どんだけ出っ張ってるの。お腹痛くなってきた。いいいいいい。なんで上。なんでそんなにさ、ナビゲートダメなの。どれとかどれとか。それ撮ってんの。撮ってるよ、今頃気づいたの。遅いな。市営駐車場っていうのがこの先にある。いや、そうそう、その辺行けばまとまっていらっしゃる。おもちゃと人形館も行きたい。どう、ちょっと2人で行ったらバリいじられる。誰が聞いたってこと。今斜め上進行方向が来ただね。ナース。何がナース。ナース何かな。何がナースだよ。あれ時ってさ、あのスタンプ台とさ、ここ違う。そう、ここ遅えよ。喋ってた、そういうちゃんと。あ、チェックインできるとこが2カ所あります。3カ所に増えたの。どっか止められないの。石畳ラリーのスタートで使ったことあるね。他に止め、さっきの駐車場に止めてここに来いってことなのか、かここの有料に止めろってことなのかね。有料もまあまあ有料。あとは大丈夫。有料もまあまあ。もうやだ、ギシャしてくれ。これもかっこいいって。かわいい。第2のチェックポイントがここ。2時間まで500円。ナビができない子ドライバーの。ナビじゃない、わしは地図が無理。それ致命的じゃない。それじゃない、これ違う。くそ。あ、これだ、やっぱり正解でしたよ。飽きそうになってるし。なんでそんな飽きそうになるの。上とかに言ってる。写真撮んないの。なんでここだよっつってんの。私なんてマンホールだと思って。マジで何人足話で何会話聞いてんの。ポンコツですね。道が上がんなくてお腹が痛くなる子ドライバー。あ、髪も置いてきちゃった地図。お前はバカか。これがなんかもう赤チェック。いいよ、落ち着け。落ち着け。なんでこんな過酷なの。思った以上に過酷やで。過酷じゃねえ。あ、そうですよね。止まらない。人生不器用な人は大変だな。ふと現在とかすると、これ何言ってる。これ。あ、そうだね。ちょっと女の抱え方初めて聞いたかも。いや、来たことあるよ、石畳。もう一個のマンホールは石段下って横断歩道を渡って、その T の書いてあるところあたりにあります。文学館前、86と FD と FC と180だね。そうです、ね、あれスカイラインじゃないんだ。スカイラインじゃない、180。180とかシルビア、フロントシルビアのリアが180だからシル80って呼ばれてるやつ。うちにも1台あったよ。シル80？ シル80、3万円ぐらいで桜井さんに売った。安っ、うん、そんなもんでしょ。前編の動画を見てみて感想どうでした。自分の姿を見てみてどうでした。かわいそうな人。かわいそうな人、自分に対して。そんなに事故あったっけ。うん、自己多発です。ありがとうございます。ありがとうございます。